皆さん、こんにちは。囲碁が大好きな、クラステンヌのクーロンです。中国初の統一国家、秦の滅亡後に誕生した、漢の時代に、囲碁は大いに普及していきます。漢は、本祖、劉邦により建国された、前漢と、一旦滅亡した後に、後部帝により再興された、後漢の、二つの時代にまたがりますが、後漢の時代には、史上初の本格的な囲碁に関する書物も登場しています。特に有名なものが、後漢、初期の歴史家である、范古が表した、易史と、後漢、中期の学者、馬遊の、易府です。范古は、前漢時代の歴史書、漢書を編纂したことで知られていますが、范古が表した易史は、囲碁の考え方、心構えを記した最古の理論書で、その内容は現代でも通じるものだそうです。当時、スゴロクと囲碁は爆益と呼ばれ、一緒にされることが多かったのですが、ハンコはサイコロによる運に頼るスゴロクに対し、囲碁は自分の技術を駆使して行う知的なゲームであると礼賛しています。一方、馬遊は、学者だけでなく、政治家としても活躍した人物で、門人の一人、呂蜀は、劉備玄徳の師であり、後金の乱を追討した将軍として、三国志にも登場しています。馬遊が表した、易府では、囲碁を戦闘ゲームとして捉え、その戦術論を展開しています。その内容は、まずは白を占め、隅を保ち傍らによる。天に沿って遮り守り、互いに望み合う。という、現代の布石感覚に通じるもので、実際の合戦に例えて解説していたそうです。当時刊行された、囲碁の理論書は、この2冊だけですが、その他、後漢時代に活躍した軍人で、後漢の歴史書、東漢漢記を編纂した、李煜は、著書、一名の中で、仕事が一休みしているときは気楽な手慰みでもしたいが、そんな場合は、囲碁がいい、と述べています。その理由として、碁盤には法則性がある。碁石は、陰陽にのっとり、盤面の線は東西南北に伸び、手段により石は繋がって、広がり交わる、と語っています。このように、囲碁は、漢の時代に広く普及していき、技術面でも、かなり進歩していったことがわかります。